ポイント序盤はどのあたり見ていきましょうか。そうですね、やはり一番注目なのは奈良が今日はディフェンスをどのような形にしてくるのか、はい、まあ、昨日と同じ形もしくは変えるのか、はい、最初からゾーンなのか。ムボジに預けて ここで勝負に行くか。一旦外スリーを狙った柳川智也、落ちてリバウンドはムボジ。あ、ナイスリバウンドでした、まあ、まず持たせないということを頑張らないといけないと思うので、はい、そこはもう今日は体力勝負ですね。本田からハインズ、パスが通った、ムボジが合わせていきました。の奈良という今日のゲーム2です。入りはベル選手でしたので、はい、今日は出だしからあのエンジン全開でいってほしいですね。柳川智也フローターショット鮮やかに決めました。フェイクを入れて自分で勝負だ。しっかりと決めました。さあ ここはパワー、おっと奪いました。ホリフィールドファールなし。さあ、いいパスがラムスに通りました。まあ、流れを取りあの掴みたい、もしくはまあ4クォーターにこう一番メインどころの選手をあの少し温存しておきたい。石井からハインズ、こちらは小牧、阿部のディフェンス、ハインズとの連携決めました。高確率ですね、ハインズ選手、はい、岡島からベルです。再び岡島、ベルゴール下、パスはホリフィールド、ダンクです。うまかったですね、ジャンプシュート、はい、工藤選手もディフェンス激しい、はい、さあここの1対1ジャクソンにはフィンケ、かわしてのシュート、うまいですね、守ってほしいですね。決まりました。これは大きなリードとなります。昨日はこのシュートが落ちていたんですよね、奈良は。そうですね、ハインズ選手が10分の1で、まあ、山形からすれば、はい、岡島、工藤のスリー、逆転の一撃だ。ホリフィールド、ダンクに行きました。ショットクロック5秒切った。ステップバック3、決まった。これがベルのスリーポイントシュート、まあ、あとはもう山形はノーファールで、はい、まあ、スリーだろうが何だろうが打たせてもいいと思います。ノーファール、ハインズが沈めて2点差です、うん、まあ、最後1本キャッチして、はい、ここで試合終了となりました。昨日のゲーム1に続いてこのゲーム2、勝利したのはホームの山形ワイバンズ。